田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。今回もよろしくお願いします。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムのコンセプトはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよということになっております。はい、まだまだラジオパーソナリティには慣れてないんですが、少しでもこの番組が皆様のファンに、そして皆様がこの番組の、ファンになっていただけるよう今回も頑張っていきたいと思います。うまいこと言いますね。はい、ありがとうございます。さて、この番組のメインパーソナリティ矢田部敦史さんは動画集客コンサルティング事業の第一人者のお一人として、今コンサルティング業界で注目を集めていらっしゃいます。そんな矢田部メソッドの一端をトレンド研究、独自の流行ムーブメント理論、マーケティングの処方などについて番組の中では皆さんにとって身近なテーマを扱いながら分かりやすく解説していただく番組です。はい、そして矢田部敦史さんと一緒にこのファントレタイム進行させていただいておりますのが佐々木千秋と申します。一応ですね、マーケティング初心者代表としましてですね、皆さんと一緒に勉強していければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これはね、毎回申し上げて、恐縮いたしますが、決してねマーケティングは難しいものではありません。これはマーケティングはですね、楽しむものであって、その仕組みをですね理解するといろんなところに応用が効きますので、これはですねぜひ皆様肩の力を抜いてですね、考えるきっかけになしていただければと思ってますので、よろしくお願いします。それではですね、まずは矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。お願いします。矢田部敦史さんは栃木県の出身で、2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発。動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界ではこの若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そしてこの番組では、なかなかのイケメンであると同時にお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園は欠かさない、実はイクメンでもいらっしゃることを推していきたいと思っております。はい、IT イクメン社長のネーミングが嘘にならないようにですね、文字通り仕事にプライベートに頑張っていきたいと思っております。はい、そしてですね、私佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。その他現在佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてこのファントレタイムでレギュラーパーソナリティも務めさせていただいておりますので、皆様どうぞどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず初めのコーナーは今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは先ほどご紹介させていただいた通り、 IT 企業の、社長さんでいらっしゃる矢田部さんがですね、はい、世の IT 社長の皆さんとは少し違ってご結婚をまずされておられ、子供さんもお二人、お二人、はい、はい、その上きちんとイクメンとしても頑張ってらっしゃる姿をリポートしていこうと考えられたコーナーとなっております。はい、さて今回はですね、男性目線、そして社長の立場などから仕事と家庭の両立で、育児についての苦労全般について少しお話しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はいはい、私がですね、はい、本当にイクメンと言う、まあ、その言葉がですね、嘘にならないように、はい、一生懸命ですね、妻と協力しながら、はい、家事を育児を手伝っている、育児を一緒にやってるんですが、はい、はい、僕はですね、もともとですね、 お父さんお母さんが2人とも働きに出ていたので、あ、まあ、家事はねある程度こう両立しているのを見ていたので、はい、まあ、やっぱりお父さんも家事を一緒にやるというのはですね、うんうん、まあ、当たり前のことなのかなと思いながらやってました。そうだったんですね。小さい頃からじゃあそれはもう当たり前みたいなところは結構ありましたかね。はい、ただですね、やっぱりこう結婚してですね、はい、その結婚した時はもちろん、妻がご飯を作ってくれて、僕がそれをですね、洗って、はい、で、まあ、掃除はまあ、お互いがやれる時にやりながら、はい、洗濯もやって、干すのもものすごく上手になってですね、そうなんですね、本当自信があるぐらいこうパッパッパッパ干していくんですけど、はい、やはり子供が
生まれた頃ですね、はい、これがだんだん難しくなってきたんですね。で、まあ、僕自身がやっぱりこう、はい、会社を起業しようと思ってた頃にこう重なりまして、はい、会社起業したいという時と、まあ、子供が生まれた時が一緒になったので、実は一番上の娘、5歳の今の娘も、はい、最初生まれた頃はですね、はい、家事ができない、あの一緒にできない時期がありました。あ、そうなんですね、はい、これがですね1年間、実は僕も家になかなか帰れないぐらいもう忙しくて、はい、でその間ですね、はい、本当にあの妻は一生懸命やってくれながら、あまりこう言わない、それに対しては言わない、で陰で一生懸命頑張ってくださって、で1年経って会社が落ち着いた頃にですね、はい、あ、これじゃいけないなということを思って、はい、家事をできるだけ協力していきたいなという気持ちから今、なるべくできることをやっていこうということでやっております。その矢田部さんは実際に独身時代は家事は結構やっぱりされてたんですか？そうですね、自分でご飯を作ったり、掃除したりはしてたんですけど、はい、決して好きというわけでは、ね、なくて、なるほどなるほど、生きていくためにやっていくという形でやってました。まあ、実際ねこう起業されてお忙しい時期を乗り越えて、はい、で今奥様と一緒に育児をされてると思うんですけれども、はい、まあ、どんなことをされるんですか、日常では。 お子様に、はいはい、やはりですね、朝起きてきて、まあ、はい、朝食をですね一緒に、まあ、妻と用意しながらですね、はい、こうかなりの戦争のような、うん、もう本当に保育園の時間までにいかに間に合わせるかということでですね、はい、まず服をね、はい、妻が用意してくれて、それを服をこう着なって言って言うんですけど、着ないんですね、またあら全然着ないで、もうぼんやりしてるからそうするとこうパパが着せてくんないと着れないみたいな話になったのをですね、はい、分かった、じゃあ明日出してくれみたいな感じでですね、はい、まあ、着せて、はい、で今度そうすると歯磨きですね、はい、歯磨き一緒にやろうねっていうことで、歯磨きやると痛いとか言われながらですね、はい、まあ、そんな余裕もないですから時間間に合わせなきゃいけないですからね、時間間に合わせなきゃいけないわけですから、はい、やってですね、はい、で最後今度髪を縛るっていう、そんなことまで保育園はですね、はい、やっぱり髪の毛をこう長く伸ばしていっちゃダメっていう、はい、先生に怒られるので、髪を縛るんですけど、こればっかりは僕も結構うまくいかなくて、あ、そうですよね、これじゃ可愛くないとか言われながらですね何回かやって、はい、でまあ、よしこれでいこうと思うと、まあ、妻が出てきてこれは可愛くないからって言って直されたりしながらですね、はい、自転車に乗せて、で保育園に連れていくと。そうなんですね、まあ、これはですね、はい、今のお父さんはやられてる方も多いかと思いますが、一応 この期間に、まあ、はい、娘とのコミュニケーションを取るいい時間かなと思って楽しんでいます。なるほど、こう、ね、お子さんの成長度合いもどんどん見えてきますよね。洋服あれが嫌だとかありますね、女の子だと特にやっぱりこうね、もうね出した洋服がこれは嫌だと、じゃあ好きなのに取ってこいと、はい、いやそれも嫌だと、好きなのもだから選んでくれと、はい、で持ってくるとそれも嫌だと、はい、じゃあ俺にするんだよということをですね、はい、やりながら確かに、まあ、楽しみながらではありますけど、そうですね、やっているような感じですね。なるほど、もうね本当にお仕事でさえとても忙しいでしょうに、ご自宅でもね、はい、こう保育園の時間に間に合わせるために、はい、毎朝こう戦争という名の嵐のような朝を、はい、お過ごしだという感じですよ ね、きっとね。これもやっぱりたくさんお父さん、まあ、パパが関わるとですね、はい、自然と娘も素直に聞くようになってくれて、はい、やっぱり一緒にいる時間をですね増やしていかないから、いつも言うことを聞いてくれなかったりね、パパ嫌ってなっちゃうのかなということはですね、なるほど、すごい最近一緒にいて感じることですので、うん、まあ、なるべく一緒にいてね、そうですよ、パパ大好きになってくれたらもう最高ですね。そうですね、それに勝る言葉はないですね。ないですねはい、もう本当にねパパ大好きの言葉を待って、矢田部さん頑張っていらっしゃいますということで、はい、うん、以上今月のイクメンリポートのコーナーとなりました。はい、ありがとうございました。音楽玉手箱のコーナー、続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか一番熱い熱かったピュアな心に今でも強く刻まれている楽曲について独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。はい、はい、
今回はですね、矢田部さんに玉手箱の元モンゴル800さんのあなたにという楽曲をお持ちいただきました。はい、はい、これはですね、本当に我々が高校生、うん、そうですね、高校生ぐらいですね。はい、高校生で、僕はですね、片道14キロ、はい、自転車で通わって高校に通ったんですね。あ、そうだったんですね。はい、うん、なのでもうすごい時間があるんですね。もう40分から50分ぐらいね、はい、自転車毎朝あと帰る時も乗ってるんですけど、うん、もうずっとこのモンゴル800をですね、あ、聞きながら聞きながら、へ、もう全部田んぼですので、はい、結構声大きく出して歌いながら、たまに人が通って恥ずかしい思いしたりにしてですね聞いてたのをよく覚えてますね。確かにもう14キロもね、通学するとなったら結構な距離ですもんね。そうですよね、本当音楽聞くしかそうですねなかったかなと思いますね。しかもちょっとこうアップテンポな曲じゃないとね。そうですね、ちょっとモンゴル800の時だけスピードが出ますね。出ますね、出ちゃいますね。本当にモンゴル800のあなたには本当に私も体育祭とかね、で、あのリレースの時とか流れてたなというすごくイメージがあって。佐々木さんも好きですか？好きですね。はい、モンゴル800ね、あの当時、はい、あのパンクロックというんでしょうか、うん、こういうね、はい、まあ、ギターを持ってやるっていうのがちょっと流行っていて、はい、僕も実はあのギターをですね、え、そうなんですか、いや、あ、なりたいと思って弾いてやってましたね、はい、うん、どうでした？なかなか上手くなんないんですけどねなかなか上手くはなんなかったんですけど、うん、でもやっぱりあの友達とこう文化祭とかでこういうの弾いて歌ってっていうのをやってました、はい、あ、やっぱそうやってたんですね。はい、うーん、そうですね、800はね、あのみんなの注目の的で楽しい曲だった。そうですね、みんなでこう盛り上がれる曲ですもんね。はい、うん、まあね、本当にちょっと懐かしい思い出、そして矢田部さんにとっては、うん、まあ、あの自転車の思い出が、自転車の思い出ね通学の自転車の思い出が蘇ってくる曲ということですね、はい、よくカラオケとか僕なんかは行ってたんですけど、はい、佐々木さんカラオケとかは？カラオケ行ってましたよ、高校生なんか特に行ってましたよ。行きましたよね、はい、必ずこの曲歌いませんでした？歌いましたですよね、はい、やっぱりこれで一回みんなで跳ねて、そう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 、暴れてから、まあちょっとこうしっとりした思い、そうです、そうです、でまた暴れてとか、暴れて、まあ、ちょっと最後に締めはしっとりみたいな、ね、締めはしっとりみたいな感じでねはい、やってましたね。懐かしいですね、はい、こうね、みんなでね盛り上がれる曲ということで今回ね選んでいただきました、はい、改めまして今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆さんにショートセミナーという形でマーケティングの基礎的知識や発想、我々の普段の生活から感じ取れるマーケティングについて矢田部さんにワンポイントアドバイスしていただきます。では矢田部さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします、今回はですね、はい、前回のトレンド準備室のコーナーでお話ししたところにもつながるんですが、はい、ターゲットを明確にするということをですねお話ししたいと思います。はい、はい、ターゲットを明確にする、はい、これはですねマーケティングで最も大事なこと、そして一番最初にやることといったら、はい、ターゲットを明確にすることだと僕は思っています。なるほど、はい、どういうことですか？これはですね、はい、ターゲットというのは、つまりですね、ま、目標とかそういったことではなくてお客様ですね、はい、こういったお客様に来てほしいっていうターゲットを明確にするということです。で一般的にはですね、はい、ターゲット、仮想ターゲットを作りましょうということでですね、はい、言われることが多いです。ただですね、これは僕はこれ、はい、まあ仮想ターゲットも悪くはないと思うんですけど、僕の場合は一人具体的に実在する人をターゲットにしてくださいということでお伝えしています。なるほど、もう本当にこういう人であればではなくてこの人にターゲットを絞るんですね、はいはい、この人、例えば自分のお友達とか知り合いとかですね、はい、あとはすでにお客さんになっている人とか、はい、あとまあ過去の自分をターゲットにする場合もあるんですね、ビジネスにおいては。で実在するターゲットを明確にすることによって、はい、深い内容をですね、その人にとって深い内容を、発信できたりですね、まあ、尖った内容でビジネスの切り口を作ることができる、その、まあ、いわゆる具体的なものになっていくということですか？はい、そうなんですね、具体的になることがすごく大切でして、はい、
はい、例えばですね、ベビースクールの話で、はい、これも前回に関連しますが、はい、お子さんを持っているお父さんお母さんをターゲットにしたときはですね、はい、例えば子供が水を散らばして散らかしてしまってね、うんうんうん、水をぶちまけてしまってとても困っています、はい、これは怒るべき叱るべきなんでしょうか、それとも対処方法があるんでしょうかという質問に対してですね、はい、ターゲットが明確になっていないとやっぱりこうどういう状況かが深く具体的になっていかないので、はい、やっぱり水ぶちまけたらそれはダメだよということでですね、うんうんうん、怒ってしまうはい、ことが多いかもしれません。だけどターゲットがこれが2歳の、はい、子供がいるお父さんお母さんということが明確になっていればですね、はい、2歳の子供が水をぶちまけるっていうのはおそらくこう水遊びしたいんだろうと。で水遊びの仕方が分かんない、もしくは、ちょっとねうまくいかないので水がこぼれちゃってぶちまけちゃったということになった場合はですね、具体的なアドバイスができます。はい、はい、例えば、水遊びしたいんであれば水遊びできる環境を作ってあげるだけでいいんですね。水を受けるコップを用意しましょう、その水をここからここに運ぶということを教えましょう、はい、それを教えるだけでですね、はい、水遊び起こるんではなくて、水で、こうね、楽しむ一人遊びをできるようになるというのはね、むしろ褒めることであるというアドバイスができるようになる。あ、なるほど。はい、このようにですね、はい、ターゲットを明確にすると、うん、やっぱりアドバイスも具体的であったり、はい、発信する内容も具体的になっていくと。うーん、はい、なのでターゲットを明確にするんですが、はい、今度ターゲットを明確にしたらですね、はい、その人の属性を研究していく、リサーチしていくっていうのが大事になります。ほう、リサーチですか。はい、深く深くリサーチするんですね、はい、例えばその当然ですけど年齢とか性別とか、はいはい、あと職業、うん、家族構成、年収とか住んでる場所、趣味、こういったものをですね、はい、当然のように並べていくんですが、はい、もっともっと私の場合は深くリサーチしましょうということをお伝えしてまして、はいはい、その人、その明確にもなってる人の、悩んでいることとかですね、はい、なんか欲していること、まあ、要するにこうしたいな、ああしたいなと思っていることを、はい、最低でも100ぐらいは書き出してみましょう。 100ですか、すごい、はい、ね、やっぱりいろんなことを思ってますよね。まあ、子育て中のお父さんお母さんだったら子供にやっぱりね、はい、幸せになってほしいとか、子供はこういうことで、わがままを言うんだけどどうしようとか、子供の言葉遣いが悪いとかですね、はい、子供が好きなものを食べないとか、本当にね100って多いようですぐ出てくる。そっか、確かに悩み含めたらどんどん出てきますもんね、はい、うんうん、もし100出なかったらですね、はい、これは逆に、ターゲットへのリサーチが足りないということで。そうなんですね、はい、これから自分たちの商品やサービスをご紹介する、まあ、大切な、ね、お客様になる人たちのことをやっぱり理解しない、はい、リサーチしないでね、研究しないまま、それを販売するというのはやっぱりこうあまりですね、マーケティング的には良くない。なのでしっかりその人たちのことを研究して、何を思っているのか、はい、どういうものを欲しがっているのか、どういうものをね、悩んでいるのかということが分かればですね、うん、必ずマーケティングは、成功します。なるほど、はい、ね、実際100って聞くと、そんなにって私なんかは今思っちゃいましたけど、実際ね、こう細かいところに結構こうポイントが隠れてたりしますよね、うん、そうですね、うん、そうするとですね、本当に悩んでいることにですね、はい、もしくは欲していることが見つかってで、世の中にはないような切り口でサービスを提供することができるんですね。そうなんですね、はい、うん、これはですね、すごく大事なマーケティングの考え方になります。なるほど、はい、すごく今こう今日ね、今回ですねお話聞いていて、まあ、実際こう200聞き出すっていうのって人とのこうコミュニケーションになってくるわけじゃないですか、はい、ね、今 AI とか、うん、ね、機械とか、うん、いろんな判断診断ツールとかあったりしますけど、うん、そこがもう本当に人間ができるもう最大限のパワーのところだというふうに感じましたね、はい、うん、結局はですね、マーケティング、インターネットが栄えた今だからこそですね、はい、
飛び道具のようにマーケティングを考えてしまうんですが、実は人と人とのコミュニケーション、相手のことをよく知って、まあ、ターゲットを明確にした上で相手のことをよく知って、その人が欲しいものを用意できるかというところはですね、実は本当にアナログな部分なのかもしれませんね。そうなんですね、はい、いやこのターゲットを、ね、明確にするというところね、どういうことだろうって最初は思ってましたけど、まあ、本当にその人のことをよく知るということ、うん、その人にどんな商材とかどんなことをこう、ね、してあげたらいいかっていうのを、ね、こう探していくっていうその時間ってすごく素敵だなというふうに聞いていて感じました。はい、ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このコーナーを聞きいただいて、矢田部さんがおっしゃっておられたマーケティングというものの一端でも分かればいいなと私自身もですね思っております。矢田部さん、本当にねとても分かりやすいご説明ありがとうございました。ありがとうございました。以上、マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきますようお願いいたします。はい、矢田部さん、今回はいかがでしたでしょうか。はい、私もですね、はい、なるべく分かりやすい言葉でですね、はい、お伝えできたらなと思って、いろいろ研究して考えながらお伝えしているんですが、はい、ちょっとだけやっぱり緊張で難しい言葉も入っちゃうかもしれません。これからもっと分かりやすく楽しいマーケティングのお話をしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見の方もお待ちしております。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。では最後までお聞きいただきましてありがとうございました。